重官防止療館王子の特別病室の姿を館内に実寸大で再現、遺物等の資料とともに展示している。特別病室とは1938年から1947年にかけて群馬県安摩郡草津町にあった国立療養食料楽船園にあったハンセン病患者の監禁書で懲戒検測規定があったが、恣意的に使われ、当期は 零下16から17度の寒冷の試し者が出た。医療は行われなかった。重官房とも言う。1933年から監禁所は設けられていた。それに加えて特別病室が作られた。それは密医法恩会の寄付の一部からである。完成は1938年12月24日である。重官房は発出あり。 おのおの独立し、四畳半に足りず、板張りで養便のための穴がある。はめ殺しの窓があり、昼も暗かった。飯箱が入る出し入れ口があり、外気が入り込んだ。暖房器具もろくな防寒具もなく、長期間習慣した。規律の維持、懲罰の実施は、看護長が言った。1947年3月、アメリカ合衆国のアメリカ軍医中佐が、患者の訴えを聞いた。 8月1日、高松の宮信人新郎は、重官房に入り、関係者にいろいろ質問した。次に、参議院補欠選挙のため日本共産党が視察した。8月22日、園長など、施設側と患者と交渉が始まった。国立療養所多摩前省園の選択上主任の山井道田は長靴に穴が開いていたが、神経痛があり、取り替えを要求をした。 それを施設側は拒否、患者たちはサボタージュした。全症園内相乗の罪で1941年6月6日連れ出され特別病室に収容された。7月18日出獄9月1日死亡した。本名字も参照1940年7月9日、本名字事件で一斉収容した患者のうち患者5条組織、 総愛好政会関係者は、草津に運ばれ、成人男性17名は、重官房に入れられた。9名は57日監禁されたが、夏であったので命を落としたものはなかった。本名寺のある、熊本市花園町の住民から、園長宛単願書が出され、短歌を持って、坂道を、正門の方へ登っていくんだ。死んだのはほとんど冬の間だけだった。俺はも 六人出しに行った。板の間に、敷布団一枚に掛け布団が一枚あるだけ。両手を上げ、日干しだか通しだか、干からびた皮津のように凍りついて死んでいる。誰も触りたくないよ。布団ごと持っていこうと思うんだ。二、三人が中に入って一人が、敷布団の裾を持ち上げ、工事の時に捨ててあった板切れを突っ込んで剥がす。戸が閉まらないように、閉めるな。 閉めるなって叫びながらやっと氷を剥がす。4人ぐらいで、やっと通路に引っ張り出して担架に乗っける。遺体は紫がかった黒っぽい色だった。前を一人、後ろを一人で担架を持ち、他の者は宿直室に転がっている死者の私物を持って、あの坂を下ってくるんだ。そして解剖室の前に持っていく。発表された記録に基づく。最初は1916年に制定され、 1931年に改定された。国会で問題となった。刑務所の必要性が合意され、熊本の菊池刑夫園の近くに作られることが施設長会議で合意された。責任者である下崎署務課長は解任さる。古見義和園長は休職。後に玉村構造園長が就任した。ありがとうございます。